第2節サンフレッチェ広島レジーナ対マイナビ仙台レディースの一戦です。広島のホーム開幕戦、前半の29分です。仙台隅田の縦パス、白木反応してクロスボール、最後は池尻でした。いいボールですね。ここね、隅田選手からでしたよね。まあ、前半立ち上がりは仙台かなり前に来ましたよね。38分広島です。中島得意のドリブルからもう一度拾ってかわして柳瀬。いや、中島選手この独特のドリブル、これからも注目してほしいなと思います。あと1つというところでした、はい、高卒ルーキー柳瀬。44分です。コーナーキックからショートコーナー、隅田が1つ運んでの左足がゴールイン。ゴールではなかったっていうことですけれども、まあ、練習通りのショートコーナーが出たっていうことでね、まあ、いい時間に取りましたね。このゴールで先制です。仙台隅田の左足ゴールに吸い込まれました。リードは仙台。54分のシーンです。ここね、一瀬選手ですね、カットしてから前に攻撃に参加していきましたね。そして最後白木選手をうまく合わせたと思います。高い位置で奪って一瀬の攻撃参加、ピンポイントクロスに最後は白木、よく決めました。このゴールで0対2としました。点差を広げた仙台です。追いかける展開は広島です。64分、あ、失礼、61分仙台です。左前夜からのクロス、後ろから浜田です。浜田選手うまくディフェンスの後ろ隠れてからね、飛び込んだんですけれどもね、惜しかったです。で、64分広島、右から崩して左の山口のシュート。そうですね、この前に選手がこう交代などでかなりフレッシュなメンバーになったんですよね。入った選手本当にいい仕事したと思います。66分広島です。ここも左の山口が行って切り返し。そうですね、山口選手は途中交代で本当にいい仕事しましたよね。最後はこれも谷口です。どうです、今日は少し広島はゴールが遠かったですね。いい形までは持っていったんですけどね。68分、高い位置で奪ってつないで上野のシュート、クロスバー。パンチ力のあるシュートでしたけどもね。